時刻は20時もありました。皆様こんばんは。先週の誕生日パーティーがコロナウイルスの影響で中止となってしまいました。悲しみのパーソナリティ桂です。はい、3月15日日曜日、ここからはアーバンフィットネスラジオのお時間となります。この番組はビューティー、スポーツ、フィットネス、ヘルスをテーマに、それぞれの専門家が集まり、時に素敵なゲスト様をお招きして、皆様の明日が少しハッピーになる情報をお届けする日本唯一のフィットネスラジオ番組としてお送りしております。毎回ですね、トレーナー、理学療法士、管理栄養士など様々なレギュラー陣でお送りしてますが、今回も、新レギュラーのモデルでアロマ空間デザイナーのはるかちゃんと一緒にお送りしてまいります。ボディイノベーションの提供で20時25分までお送りいたしますので、どうか最後までお付き合いいただければと思います。はい、はるかちゃん大丈夫ですか？はい、はい、豪華なゲスト様を今目の前にドキドキしてます。そうですよね。はい、はい、今日はですね、予告通り、ダブルゲストとしてお二方の、ゲスト様にお越しいただいてます。さあ、それではですね、ご紹介いたします。まずはですね、僕の、斜め前ですね、はるかちゃんの向かいになりますけれども、ミセスインターナショナル2020九州沖縄大会ベストウォーキング賞、そしてグレース部門3位、ライラ主催の立花舞さん、そして、僕の向かい側ですね、もう圧倒的な存在感で、座っていらっしゃいますけれども、 K1 クラッシュクルーザー級初代王者のケイジさん、このお二方にお越しいただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、もう今までで一番なんかちょっとこうですね、こう豪華なスタジオ内になってますよね。はい、うん、いや今日先ほどスタジオのこう控室の方に入った時に、僕一番最初にびっくりしたのが、ケイジさんの靴の大きさっていうですねサイズはサイズは29センチです。29ってなかなかないですよね。ということは、はい、特注？いやいや、特注じゃないですよ。ナイキショップで。ありますか？あります。もちろんあります。ですか29ってでも、こう、行ってスタッフに言わないと出てこなかったりとかですかね。はい、もう、飾ってあります ?29 まで。だいたい引く。あれでもスタッフにいます。いて。はい。ですよね。ものによってはなかったりとかってあったりします？スポーツブランドはあるかもしれない。はい、ああ、なるほど。なるほどっすね。いや、パッと見てすごっと思ってですね、自然とバスケコーナーに行きます。なるほどですね。いやー、そんなケイジさんですけども、もうクラッシュクルーザー級初代王者という形ですよね。はい、もうこの番組始まって初の格闘家の方ですね。そうですね、ありがとうございます。という方ですけども、で今回ですね、このケイジさんを、ご紹介いただいたという形で、立花舞さんですね。はい、まあ、舞さんは昨年から今年にかけて行われましたミセスインターナショナル2020九州沖縄大会の方に出場されて、ベストウォーキング賞という形ですね。はい、いただきました。ウォーキングのその動画は、この番組の YouTube チャンネルの方に上がってますので、気になる方はそこ見ていただければですね、舞さんがこうカツカツって歩いてくるっと回ってるところが、はい、はい、見れると思いますので、うん、でお二方はそのどういうつながりなんですか、もともと。私が通っていた K1 ジムにいたっていう、はい、なるほど。まず通ってたんですね。通ってました、 K1 ジムに。はい、なるほど。あんまり長くはなかったですけど、うんうんうん、その格闘技がすごい楽しいんだということを知り、はい、K1 習いたいと思って探したところ、はい、ちょうど K1 ジム福岡がオープンしたばかり、うんうんうん、で早速そこに登録して通ってましたね、うん、ずっと。結構前ですね。そうなんです、結構前で。いつぐらいになります？4年ぐらいですか？4年ぐらいは。ああ、結構ですね。そうですよね。で、その時に始めましてという形で。そうですね。ああ、なるほどっすね。じゃあ、ローキックバンバンされてたわけですね。ローキックもハイキックも。すごい上手ですよ。本当ですか？はい。体柔らかいで。ああ、そうですよね。世界チャンピオンにも褒めていただきまして。まあ、立花さんは、もともとこう、お仕事の方はそういう体とか心とかのこう
整えて調整してっていうような、うん、そういったこう癒すようなですね、そうですね、そういうこう、はい、お仕事をされているという形ですよね、はい、うんうん、それがちょっとこう少しファイトのところもですね、はい、そういう一面もあるんだなって、はい、ちょっと僕も蹴られないようにしようかなって思いましたけども、はい、格闘技も壊すばっかりじゃないですもんね、あ体を作っていく意味、はい、作っていくっていう意味が、はい、なるほどですね、もちろん試合をしたら壊しちゃいますけど、はいはい、うんうん、まあ、通われてる会員さんでは、はい、体を作るという意味でみんな目的としてやってくれてます。 K1 ジムの方ではそのケイさんはこう選手としてっていう形ですよね、はい、そうです。でもう一般の例えばこう立花さんのようなもう普通の女性の方も通われてっていう形 で、はい、そうですね、結構今また増えてますよね、女性の会員さん。そうですね、6、4ぐらいですね、4が女性ぐらいですね。あ、そんなになんですね。そうです、そうです。で選手は逆に選手の方がやっぱり少ないですね、はい、一般の、そうなんですね、はい、フィットネスの会員さんで、はい、もうできてるジムですね。あ、それはちょっとイメージとですね、本当ですね、なんかもう門をくぐったらこう歩いては帰れないような、なんかそういうこういうちょっと漫画の世界みたいなですね、そんなイメージがですね、こう厳しそうなすごいイメージありそうですけど、女性が4割って言ってかなりですよね。多いですもんね。うん、ですよね。刑事さんはもともとご出身は横浜生まれなんですか。生まれは横、はい、横須賀です。横須賀、なるほど、記憶はないんですけど、ちっちゃかったんで育ちが熊本です。熊本で、はい、でそこからこう大学で福岡へって形なんですか。そうです、大学で北九州に行きました。はい、はい、で最初は格闘技はその頃っていうのは格闘技は、はい、やってなかったです。サッカー部に所属してて。サッカー、はい、サッカーだったんですね。サッカー部でした。ちなみにポジションはポジションゴールキーパーです、ね、キーパーだったんですね。ゴールキーパーです。なるほど、はい、へー。でサッカーからじゃあその大学の時にそうですね格闘技、はい、それこうきっかけとかは。そうですね、はい、格闘技はもうちっちゃい頃からすごい好きで、K-1 をよく見て、かっこいいなと、はい、ただ熊本住んでる時に、うんうん、まあ、そういうやる環境とかもなくてですね、はい、環境ですね、やっぱり。でなんかみんなサッカーやってるし、うんうん、俺もサッカーやろうっていうのでこうサッカー楽しいで、はい、まあ、サッカーを頑張ってきたわけです。あ、で福岡来た時にそういう、まあ、近くにジムとかあって、うん、まあ、ずっとやりたかった思いがあったんで思い切ってやってみてっていう流れで始めていました。はい、最初初めてそのジムに行く時とかって、はいはい、なんか怖くなかったですか。別にそんなに、はい、もうポンと、もう楽しみでした、ね、楽しみで結構勘違いしてたんで自分でしたね。よし行ってやろうかなみたいな。でそこからまあ、ジムで、まあ、練習されてもデビューされて、はい、デビューから6連続 KO。 そうですね、すごいですね。で新人王獲得っていう形で、はい、いやー KO って、まあ、普通の人、まあ、普通にこう生きてたら KO することも KO されることもないじゃないですか。そうですね、 KO という経験はないまま人生を終えると思うんですけど、はい、どうなんですかその KO を した瞬間というか、やっぱこう快感なんですか。いや気持ちですよ。あ、なるほど。確かにちょっと、はい、なんだろう、やっぱアドレナリンですかね、興奮、はい、自分が興奮状態に入るんで、はい、それがすごくやってやった気持ちさってよりこう、うん、積み重ねてきたものがこう評価されてこう人前で、はい、まあ、そういういろんな気持ちよさっていうのがあります。なるほどですね、はい、その瞬間のためにこう積み重ねてきたものが一つ その結果となって、はい、出るっていう形ですよね。しかもそれが6連続ですからね、考えられない。すごいですよ、それはですね。で新人王獲得されて、でそこからこう、まあ、上京されたりとかですね、はい、そうですね、で階級を上げていかれたりとか、はい、じゃ最初は階級は割と最初、はい、昔テレビでやってたあのマサトさんとかいらっしゃる、はいはいはい、あの70キロっていう階級でやったんですよ、はい、で自分が185センチで当時84キロぐらいで、で70キロ以下に体重を落としてたんですよ。それかなりですね。それがきつくて、はい、なんかパフォーマンスがすごく悪くなって、はい、3連敗したんですよね、はい、で楽しくなくなったんで、階級をもう上げてこう伸び伸びできるんじゃないかと。ただ階級を上げた時に70キロの上がもうヘビー級だったんですよ。だからみんな100キロ以上ある選手ばっかりで、
はあ、はい、まあ、ただ日本人は100キロといっても100キロ以上あるとやっぱりちょっとぽっちゃりしたり、はい、こうあんま締まった100キロとか、まあ、そういなくて、うんうんうん、まあ、階級上げてからはまた勝ち進むことができ、なるほどっすね、はい、クルーザー級を今もうそうです、はい、メインというかですね、クルーザー級というのはこう、まあ、ちょっと素人質問になっちゃうんですけど、はい、何キロまでっていう形の90キロ以下っていう階級で、それこそ100キロの世界トーナメントがあった時に、はい、もう日本人誰も勝てなくて、やっぱこう外人の100キロ選手にボコボコやられて、はい、でそこから日本人も結構活躍できそうな階級、はい、まあ、100キロまではいかない、90キロだと、まあ、結構動ける日本人選手、はい、で相手も同じ体重なんで結構戦える階級を K-1 が作ってくれて、はい、一昨年ですね、あ、一昨年に、そうです、でそこから、はい、そのクルーザー級でエントリーして、うん、なるほどです、はい、でもクルーザーがメインの形ですよね。 でも、まあ、身長こう骨格とかからすると刑事さんのために作られたようなもうぴったりの階級なのかなって感じですよね。さすが70キロ以下ってさっきの話聞いてるとちょっとかなり無茶があるなってですね、はい、そうですよね、ガリッガリでしたね。もう減量相当きつかったんじゃないですか。そうですね、もう減量のための練習を日々やってました、ね、あ、はい、格闘家の減量っていうとね、過酷そうなイメージ、過酷なイメージが、はい、ね、もう最後はやっぱりもう水分取らずにとかも、そうです、あの水抜きといった、水抜きですか、なんかサウナ行ったり岩盤浴行ったりとかでっていう形ですよね、はい、まあ、それが今、まあ、クルーザー級という形で伸び伸びとという形で、そして昨年、クラッシュクルーザー級トーナメントで全試合 KO ですよ、またですね、全試合 KO で初代王者に、はい、まあ、先ほどあの記念撮影した時にベルトですね持たれてましたけども、大きかったですね、はい、ちょっとベルトありますか、はい、ぜひあのカメラの方にですね、すごいこれですよ、今あの動画でご覧いただいている方はベルト見えると思いますけども、え、僕初めてこう格闘技のベルトを生で見ましたけど、大きいですね、大きいですね、うん、これまた階級ごとでベルトの大きさ違うんですよ、はい、なるほど、階級が大きければ大きいほどベルトも大きくなって、はい、階級が小さくなれば小さくなっていくんです、ちっちゃく、いやいやこれはすごいですね、もうこれこそまさにこう積み重ねていかないと手にできないものですよね、そうですね、もう努力の結晶ですよね、本当に、はるかちゃん格闘技はどうですか、あの空手を、あ、そっか、はい、ここまでやってまして、そうだ、でなんかここ最近あのちょっと前に久々に道着を着てみたらなんかコスプレみたいになっちゃったみたいな、やる気ないだろうって言われたんです。でも結構高校までっていうと割と長くですよね、あ、がっつりやってましたね、インターハイも出場させていただきましたし、本格的ですね、あれってことはもしかして今日このブース内に格闘技をやったことないの僕だけっていうことなんですかね、空手で K-1 ジム通して、はい、チャンピオンじゃないですか、はい、あ、僕だけなわけですよね、レアなケースですね、これはちょっと一回体験に行かないとですね、ぜひぜひぜひ体験に、展示にあります、ちょっと一緒に体験に、ドキドキですね。いや先輩ですからね、あ、もう先輩ですか、格闘技の、ちょっとキックは任せてください、はい、という形で今日は、刑事さんと立花舞さんにお越しいただいてますけども、ちょっと前半が、そろそろ終わりますので、ここで、音楽をですね、一曲流していきたいと思います。今日はですね、刑事さんにセレクトしていただいてますので、曲紹介の方、お願いします。はい、ビートルズで All You Need Is Love です。
はい、今日はですねダブルゲストとして、クラッシュクルーザー級初代王者のケイジさん、そしてミセスインターナショナル2020九州沖縄大会ベストウォーキング賞の橘真由さんのお二人にですねお越しいただいております。この曲はケイジさん、はい、どういうセレクトで、だいぶなんか渋い曲が流れてきましたけども、この曲はですね、はい、いや本来流したかったのは、はい、入場曲なんですけど、そうですよね、まあ、これじゃ入場してないんですよ、ね、はい、これで入場がだいぶ緩い感じですよねだいぶ緩いなって、はい、いや実は昔まだ下積み時代にアルバイトをしてまして、はい、居酒屋で、でその居酒屋で一緒に働いていた人にあのバンドやってる方がいて、あの島北九州バンドで島っていう方 で、はい、でエガッチョさんっていうんですよ、はい、で、はい、今その人の入場、うん、あその人の曲で入場してるんですよ、はい、ユージュアルシングっていう曲で検索したら出てきますか、ね、出ます。おいいですね。で今日は、うん、ちょっと忘れちゃいましたCD を。江勝さん申し訳ありません大丈夫です、皆さん申し訳ありません。皆さん検索していただいたらですね、はい、はい、出てくると。もうその曲はもうじゃあかなりこうアドレナリンが出て、そうですね、もうスイッチ入りますね、今もう戦闘モード入っちゃいます。なるほどっすね。でそれで一緒に働いてた時の居酒屋でずっとビートルズ、ずっとビートルズが流れてたんですよ。はい、それちょっとあのビートルズを、あそういう思い出のそういう思い出の曲ですね。はい、いただきました。これで入場してますとかだったらですね、だいぶ緩い感じのはい、いやそういうですねケイジさんですけども、ちょっとここで後半質問をですねお二人にちょっと Q&A という形のコーナーで、はい、投げていきたいと思いますけども、ケイジさん、そもそもその格闘技を始めたきっかけというのは、先ほどそのサッカーから、はい、格闘技っていう形ですよね、はい、でその格闘技って結構興味がある男の子ってとか男性っていっぱいあると思うん、いっぱいいると思うんですけど、そうですね、やっぱなかなか一歩踏み出す、はい、こう道場ジムをノックするってなかなか結構ですね、そうですよね、痛そうって思うんですよやっぱりですね。確かに勇気がいるかもしれないですね。なのでなんかこうそういう興味があるけどやっで見るにはまだ至ってない方に、はい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 、何か一言ですねこうお伝えするとしたらどんな感じの格闘技の魅力とかですね。いや、うん、格闘技をやる目的にもよるんですよ、はい、そのフィットネスでやりたいのか、はい、選手としてやりたいのか。あ、なるほど、はい、でフィットネスとしてやりたいんでしたら、うん、もう本当にこう女性も一人で来れるような環境で、うん、本当遊びに来る感じで大丈夫です、みんな優しいので、はい、うん、ですね、もう強くうなずいてますけどね、はい、本当にあの K-1 ジムのスタッフの皆さん優しくて、なんだろう、私もすごく通いやすかったから、うんうんうん、ぜひ気軽に行ってほしいなって思いますね。あ、そうですね、まえさんみたいな綺麗な女性も、いやだいぶやってたりするんで、意外なイメージが、はい、うん、すごく意外で、グローブはめて、はい、うん、ミットを打ってたわけですよね。打って蹴って、はい、蹴って打って、うん、なるほど、ね、日頃の鬱憤が溜まってる女性とかもすごくいいと思いますけどね、うんうん、そう、すごいスッキリ行きたいですね。ぜひ、ストレスが溜まってるんですか、ね、女性がね、いろいろストレスそうですね、へえ、まあでもそういうですね、女性が増えてきてっていう形ですよ ね、 女性の会員さんが増えてきて、はい、場所は K-1 ジムは、はい、福岡は、はい、どちらに、天神ですね。天神、はい、北の方ですね。北の方に、なるほどですね。ミーナ天神とかあっちの方になります、ね、はいはい、あ、なるほど、まあ、K-1 ジム福岡とかで検索したらもう入ってくるような形ですよね、はい、なるほどですね。ケイジさん、そういうこう格闘技って今ちょっとこう昔に比べると、はいはいはい、少しこうまあわーってなってた頃に比べると、はい、あまりこう盛り上がってないイメージとかあるようなですね、はい、気もするんですけども、はい、まあ、そういうことも踏まえてですけども、はい、ケイジさんのこれからのですねこう目標とか野望とか、はい、そういうものがあればですねぜひ伺いたいなと。あ、そうですね、はい、やはり格闘技を昔のように盛り上げたいとは思ってなくて、うん、多分もう僕の意見というよりも本当は K-1 ファイターの意見としては、はい、うんうん、ああいうブームをというよりみんな本当にこうカルチャーにしていきたいという気持ちが強いので、なるほど、
はい、もう一発打ち上げるような、はい、格闘技じゃなく、うん、本当サッカー野球に負けないような、もうやってて当たり前のものをですね作っていきたいと思ってます。うーん、ブームではなくカルチャーっていう形ですよね、はい、なるほどですね。それは確かにですね、まあ、あの時ドーンって言ってなんかちょっとこうシュンそうですねって感じだったですけど、はい、まあ、当たり前のようにこう格闘技がこう一つの選択肢としてあるような環境にっていう形ですよね、はい、で、まあ、直近だと3月28日に初防衛戦控えられているという形 で、はい、ちょっとそんなこう直前の割とこう重要なシビアな時期にお越しいただいてかなり恐縮なんですけども、いえいえ、こちらは東京の方で、はい、東京の後楽園ホールで、後楽園ホールで3月28日に初防衛戦という形で、はい、そこから、来月ですね4月の25日に、はい、K1、 同じ K1 ジム福岡の所属の、後輩の、選手になるんですかね、はいはい、西林翔平選手ですね、はい、実は福岡ジム、うん、プロ選手僕一人しか今までいなくて、はい、で第2号が2人目プロが出るんですよ。それが、はい、4月25日ですね、25日、はい、デビュー戦という形で、デビュー戦です。これは福岡で、これはもう、東京の K1 のクラッシュっていう大会です、はい、あ、なるほどですね、はい、でもデビュー戦ぜひ勝利でですね、はい、はい、飾っていただきたいです、ね、うーん、そして7月の26日、はい、福岡国際センターでK1 福岡大会、そうです、はい、という形で、こちらポスターがある形ですかね。あ、ないですか、はいですね、こちらまだ、大会はやりますと発表されてるんですけど、はい、まだ誰が出るとか、あ、なるほど、そういうのは決まってないのでポスターがまだできてないんですけど、今回、まあ、昔 K1 があって、また新しい会社で K1 が6年前に立ち上がって、はい、でいつも埼玉スーパーアリーナとか、うん、横浜アリーナで大阪名古屋で初の九州福岡大会になるんですよね、はい、なるほどですね、初の九州福岡大会、はい、まあ、新生 K1 の形で、はい、7月の26日ですね、26日、この日はもうケイさんは主役を狙ってると、主役狙ってます、はい、一番目立ってやろうと、もう俺の日にしようみたいな感じですかね。そうです、なるほどですね、楽しみですね。じゃあ K を期待してて、慶応期待してください。いいですね、これもちょっと見に行きましょう、僕らですね、行きます、もう全員でですね、行って、私は行きますよ。お、あ、さすが、ありがとうございます、力になりますね。7月の26日、福岡国際センター、これも、ある程度こう決まってくると、もう、詳細はホームページの方にも出てっていう形ですかね、はい、そうです、なのでぜひ、ちょっと検索していただければと思います。はい、まあ、そんなこんなでですね、まあ、あっという間にあと50秒っていう感じになってしまいましたけども、今日はですね、K1 クラッシュクルーザー級世界王者ですね、初代王者になりますけども、ケイジさん、そしてミセスインターナショナル九州沖縄大会ベストウォーキング賞の、橘舞さんのお二人にお越しいただきまして、ちょっとワイワイと、行いましたけども、次回は4月の5日20時という形になっております。コロナウイルスですね、何かこう騒がしいですけども、皆さんですね、体調にお気をつけなられて、健康に新たな新年度を迎えていただければと思います。それではおやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。ありがとうございます。